あ、なんか三毛猫ってさ、うん、ほとんどメスしかおらんのよ。あ、そうなん。そう、これなんでかわかる？なんでやろう。いや、わからん。なんで、なんだろうな。嘘ってこと？いや、メスしかおらんの、ほんと。あ、ほんまな。もうほぼメス。理由は？いや、それなんでやろうと思って。あ、聞きたくて聞いてきた。そういうのなんでかなと。ああ、うん、知らんわ。知らんか。うん。いや、知らんのよ。キモ。調べろや。あ、コウモリってさ、うん。なんか、あの、高いとこにさ、うん。逆さんこうやってブラーンってぶら下がってるイメージあるやん。ああ、ぶら下がってるね、基本的に。そうそう。あれなんでか知ってる？いや、知らんの。なんでやろうな。え、いや、知ってるんじゃなくて、それを。いや、知らん。いや、知らんくて、うん、俺に聞いてきたってこと、今。そう。いや、俺も、よし、知らんな。キモ。これさ、この前俺が友達ん家に遊び行った時の話だけど、うん、マンションに入ったら、うん、めっちゃ深夜やったのよ、それも。で、なんかエレベーター乗って、うん、押してないはずのなんか5階に止まって、で、なんか、バッて開いたら、うん、髪の長い女の人、顔をギリ見えるみたいな、うん、人立ってて、やっぱ急いで閉めようとしたら、うん、バッて近づいてきて、叫ばれたのよ。うん。これなんて言ったと。マジで怖かったんやけど。なんや。見たなーとか。わからんな。何わからん何て言ってるかわからんけど、なんか叫ばれたってこと？友達に言ってないの。キモーキモー。いや、そんな話。友達から聞いた話ってこと？いや、その、いや、ない、そんな話。今作った。全くのゼロから。全くのゼロ。深夜にエレベーター乗ったことない。そんなことないやろ。それは言い過ぎやろ。あ、マジで腹立つなぁ。やばい、マジで。どないしたの？でも、なんで俺がこんな腹立ってるかわかる？わからん、なんで？俺もわからん。怖ぁ！怖ぇ。わからんね、自分で。わからんね。で、怒ってることは確かな？いや、めちゃくちゃ怒ってる。怖ぁ！いやさ、映画とかでなんでかわからんけど、めっちゃ泣いてるな、見たことない。めっちゃ怒ってるな、見たことない。もう、1時ぐらい今。今、そんぐらいだね。うわ、俺、明日ちょっと早いねんな。6時ぐらいに起きなあかんねんけど。早いよ。なんでこんな時間までゲームしてると思う？わからんの？俺もわからん。あるけど。そういう時はあるけど。わからん。そういう時はあるけど。なんでゲームしてんやろ。いや、あるよ、そういう時は。絶対寝た方がいい。いや、あるあるある。全部にあるな。オッケー、リプレイ。あ、次行ってる。これだけうちのゲームやけど、進めていい？面？勝手にやって大丈夫な感じかな、これ。いや、大丈夫かわからんけどやって。なんでやろう。